ここからは花粉特集をお送りしていきます。この時間はですね、予報センターの花粉担当草田あゆみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花粉担当されてる、はい、ということなんですが、はい、草田さんご自身は花粉症ですか？はい、花粉症です。そんなに重くはないんですけど、日々でも花粉のこう観測をしたり、お写真を撮りに行ったりしてると思うんですけど、はい、辛くないですか？そうですね、まだあまり感じていないので、はい、辛くはないんですけれども、まあ、自分で感じるサポーターの気持ち、皆さん花粉症で悩んでいらっしゃる方の気持ちになるっていうことも大事かなと思っているので、はい、そうですね、はい、まあ、これからが大変な時期ということもありましてですね、はい、まずはこれまでの行ってきた空ミッションの結果に注目していきたいと思います。花粉を感じているかどうかについてのアンケート結果、過去4回分をまとめてみました。括弧1から括弧4まで、草田さん、ここからどんなこと見えてきますか？そうですね、はい、最初の方、1月の11日から12日のあたりは、はい、まだ、まあ、そのあたりでもだいたい 25% 前後ですかね。そうですね、はい、いらっしゃったんですけれども、はい、だんだん増えてきまして、もう最近だと、45% ぐらいですかね。はい、じわじわ増えてきているという感じですね。そうですね、はい、で今年は結構その1月の頭の方に、はい、花粉が少し微量ですけれども飛んだようで、まあ、毎年あるんですけれども、はい、そこで結構感じた方が例年に比べるとちょっと多かったかなっていう印象があります、はい、なるほど。ちょっと感じる、結構感じると答えた方がだんだんと増えてきているということが、ここからも見ていくことができました、はい、では今日実施している空ミッションの結果はどうでしょうか。こちらですと、緑がちょっと感じる、黄色が結構感じるです。こうして見ても感じる方は確かに広い範囲でいますね。そうですね、はい、割と地域性がはっきり見えているかなという感じはするんですけれども、はい、東日本や西日本は感じていらっしゃる方多いですね。そうですね、そこまでまだ数として大きな変化はないんでしょうか、エリアごとに。そうですね、やっぱり北陸ですとか東北あたりはまだね、はい、雪が降ったりしている地域で、今日も寒いですので感じている方少ないかなと思うんですけど、関東だともう 50% 近いですかね、はい、もう半分くらいの方が感じ始めているということで、はい、対策も徐々に必要になってきそうです、はい、さあそれではですね、今年の注目ポイントもここで確認していきたいと思います、注目ポイントが全部で3つあります。ではまずはポイントその1を見ていきましょう。週明けの気温上昇で飛散がありそうです。草田さん、今週末3連休じゃないですか、はい、でその後ちょっと気温上がりそうですよね。そうなんですよね、はい、12日の月曜日、3連休の最終日あたりから、はい、もう九州なんかでは鹿児島が17とかですね、福岡14度とかって出てきているんですけども、はい、だんだん東のエリアでも気温が上がっていく予想になっていまして、関東、東京は13日、14日はそうですね、17、19ということで、はい、もう春を感じるようなポカポカっとした体感になるかと思うんですね。でまだ微量の飛散のエリアに関しても、はい、もう連休最終日もしくは連休明けにかけてはかなり広範囲で飛散開始になるのではないかと考えています、はい、花粉のシーズンに入ったところはまだ少ないんですが、ここで一気にシーズンインとなりそうですよね。まあ、場合によっては東北南部の仙台あたりも14日17度になってますので、もしかしたら感じる方増えるかもしれないですね。そうですね、連休明け頃にももう対策が必要になりそうです、はい、ではポイントその2も見ていきましょう。2つ目のポイントがシーズンインから本格の飛散までの期間についてです。期間が短いとありますが、はい、どういうことなんでしょうか。そうなんですよね、はい、今まではこれまで過去見てきた感じだと、だいたい飛散開始から、本格飛散までの間はだいたい1週間ぐらいあることが、多かったんですけれども、はい、ここ数年結構ですね、
最初は2月の頭ぐらいは寒くて、もう急に気温が上がるっていうことが結構ありまして、はい、でそうすると本格飛散と飛散開始の期間が短くて、まあ、飛散開始の翌日とか数日後とか、はい、そういうことがありえるので、飛散開始そろそろしたんだなって思っていたら急に症状が辛くなってきたっていうことがありえるかなと思います、はい、ちょっとこうあまり慣らし期間なく飛び始めて急に一気に来るっていう可能性があるということですね、はいはい、なので、はい、飛散開始したからそろそろ対策しようだとちょっと間に合わない可能性がそうですね、はい、ありますね。ちょっと早め早めの対策が良さそうですね、はい、ではポイント3つ目こちらも見ていきましょう。スギ花粉の本格的な飛散時期、これがいつかということなんですが、だいたい2月の中旬から3月の中旬頃になるんですか、はい、そうですね、はい、もうあと今日8日ですので数日したら2月の中旬なんですけれども、はい、まあ、その中でも、まあ、14日15日ぐらいから、気温が上がる予想なので、そのタイミングを過ぎるともういつ本格化してもおかしくないといった感じで、はい、かなり飛散開始本格シーズンに入ってくるエリアが増えそうですね、はいはい、はい、2月の中旬あたりから、まあ、関東とか東海九州にかけて、まあ、あとはそれからずっと3月中旬にかけて本格的な飛散が続く見通しなんですけども、はい、中でもそのちょうど2月の下旬から3月上旬のあたりが最も花粉の飛散が多くなりやすいタイミングかなと見ているので、はい、まずはこのあたりしっかり対策して過ごしていただきたいなと思います、はい、まあ、2月の中旬間もなく本格飛散が始まり、その後2月下旬から3月上旬は特に注意が必要と、はい、そうですね、この頃って3月には卒業式が控えていたりですとか、人によっては大事なイベントとかがあったりするの で、ね、確かに早めに病院に行くですとか対策が必要ですね、うん、はい、あと私自身昨年関東の飛散量が多かったじゃないですか、はい、でこれまでずっと花粉症じゃないなと思って過ごしてたんですけど、はい、去年あれって思ってそのままなんですよ。あ、そうなんですね。なんか結局自分が花粉症かどうか分からなくて行くべきですかね。そうですね、病院に行くと血液検査で、はい、結構いろんな種類の花粉のアレルギー体質かどうかっていうのを調べていただけるみたいなので、はいはい、実は私もこの前やりました。え、どうでしたか？まだ結果は見えてない、いただいてないんですけど、はい、はい、病院で調べてみるっていうのも一つの手かもしれないですね。そうですよね。こうコメントなんか見てると私もそうなんですけど、なんか謎の意地があって自分は違うって思いたいんですよ。だからこうそれでまた病院に行く足が遠のいてしまうんですけど、はい、ちょっとそれもね、病院混雑前がいいですもんね。そうですね、うん、まだおそらくそんなに混雑はしてないと思うので、はい、今のうちがいいかなと思うんですけど、来週再来週になってくると結構混むかもしれないですね。そうですよね、早めがいいですね、はい、何事もちょっとそろそろ認めないとなって私自身も思ってます、はい、まあ、ピークの時期について見ていきました。そしてウェザーニュースではすでにですね、たくさんの方に花粉に関する現在の症状のご報告ですとか、あとは花粉観測ロボのポールンの設置などもしていただいております。今日もポールンの様子などをリポートでいただいたんですけれども、なんか結構皆さん特徴出てるの知ってますか？ポールンに、あ、なんか顔がガムテープで描かれていたりとか。あ、そうなんですか？そうなんですよ可愛らしいものも今日写真でいただいていて、はい、で今日ですねこの時間にポールンを設置してくださってる方のお一人とですねちょっとお話をできればと思うんですが、草田さんはどうですか？周りを見て花粉症の方って結構多いなって感じます？そうですね、やっぱり予報センターの中もちらほらいますね。で私自身は花粉症なんですけど、はい、私の
夫は、はい、あの認めたくない派で、あ、私同じ、はい、でも草原さんから見るといやいやそうでしょって感じありますね、はい、そろそろ認めたらいいんじゃないかなそうですよね、はい、見てると去年発症した方結構多くなかったですか。あ、そうですね、去年の関東の飛散量があの、ね、かなり多かったですよね、はい、私も去年はいつもあまり目は痒くならないんですけど、はい、去年は目がすごい痒くて久しぶりに花粉の目薬買いました。あ、じゃあ割と量によってあとその年によって症状の出方変わったりするんですね。そうですね、多分変わると思いますね。もうとにかく私は昨年家の中で換気扇をつけて料理をしてるとくしゃみが止まらなくなってしまって。なるほど、そうなのかなそうですよね、換気扇ね、やっぱり大事ですけど。そうなんですよ、はい、さて私のように感じてきている方も多いかと思います。オールンロボは一般のご家庭だけではなくて、はい、病院や学校などにも設置されてるんですよね、はい、そうですね、はい、よくよく結構多いのが耳鼻科さんに、はい、設置されしていただいてる先生が結構多いみたいで、はい、それでその日の混雑具合ばかりなんですねリンクしそうですよね。そうですね、はい、私自身はあんまり街中でポールンと出会ったことないんですけど。そうですね、私も、はい、街中で見かけたことは正直ないんですけど、ふん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 、やっぱりねご家庭の軒下とかにつけてくださっている方が多いと思うので。そうですね、今日いただいたリポートだと目が光るから防犯対策としても使ってるっていう声がありました。なるほど、確かに夜結構目立ちますもんね赤とかだとちょっと恐怖を感じるような感じになってきますもんね確かにそのような使い方もあるということです毎年設置者を募集してるんですよね、ポールンは。はい、そうですね、今年も昨年の秋頃から設置をしてくださる方を募集して、でもうすでにご家庭に配り終えてポールン活躍中です。まだまだ先ほどのリポートでいただいていた通りポールンの目の色は白色なんですが、これ実はキャッチする花粉の個数で目の色が変わるんですよね。はい、そうですね、こんな感じで多くなれば多くなるほど赤紫へと変わっていく感じになっています。紫で思い出したんですが、今年から花粉チャンネルのランクも紫色追加になりましたよね、はい、そうです、紫色追加になりました。はい、世の中の流れ的な話もあって。そうなんですね、はい、国が結構花粉症対策力入れるぞっていう感じに方針がありまして、はい、でポールロボとは違う方法のダーラム法という観測方法があるんですけど、はい、ダーラム法、はい、ですね、顕微鏡でよく使うガラス板、はい、プレパラート、理科の懐かしいですプレパラート、はい、理科の授業で使ったあれを24時間外に置いておいて、はい、その上に落ちてくる花粉の数を顕微鏡をこうやって覗きながら数えるっていう。私草田さんが数えているのテレビで見ました。見ました、見ましたこうやって数えてましたね。そうなんです、ちょっと臨時で、はい、この会社の近くでも観測しているんですけども、それを毎日1回数えてるんですね。ただ1日1回しか、まあ、1回しかっていうわけではないんですけど、やっぱりもう毎1時間に1回とかそういう高頻度ではなかなかできないんですよ ね、 そうですよね。なので、はいはい、観測の間隔は結構長くなってしまうんですけども、はい、まあ、こういうふうに、カウントしています。今日もじゃあ見たんですか。あ、今日も朝見ました。どうでしたか今日。今日はですね、なかったですね。あ、今日なかったんですね、はい、昨日の朝から昨日に関してはなかったです。じゃあここ最近だとあっても数個っていう感じですか。そうですね、まだ千葉の周りだと幕張の周りだと1個に満たないぐらいですね。なのでまだ、はい、感じてはいるけど症状はそんなに強くないっていう方が多いのかなと思うんですけど、はい、このあと、まさに連休明けから増えてくるかなと思います。そうですね、はい、こ
これから先もあのポールの目の色で大体の花粉の多さが分かってくるかと思いますので、うん、皆さんもぜひ参考にしてください。さてここからはアプリのご紹介です。ウェザーニュースのアプリからですね、花粉情報が見られます。画面左下のメニューから現在防災の項目、失礼いたしました、自然季節健康の項目の左上、花粉チャンネルです。ここで草田さん、どんなところに注目して見ていただきたいでしょうか。はい、そうですね、今こちらでは、はい、みんなの症状ということで、かなりたくさんの方から報告いただいているんですけども、はい、ね、どこで辛くなっているかっていうのが結構一目瞭然かなと思うので、まだ症状出ていない方は、あ、なんか辛い人増えてきたなとかって見ていただけると、ちょっと対策に活かせるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、あとは飛散予測、これですね、はい、はい、まだランクでやや多いが出ているところはないんですけれども、はい、極めて多いのランクが一つ昨年に比べて増えているというところがポイントですね。はい、もうこれで紫一色なのになったら恐怖ですね。いや本当にそうならないことを願いますが本当ですね、はい、より分かりやすくこちらのページからも花粉の予想をお伝えしていきます。そしてもう一つ花粉のレーダーもご用意しています。画面下部の右から二つ目、傘のアイコンのレーダータブをタップしまして花粉モードに切り替えていきます。ここでですね、今日はほぼ花粉の飛散予想出ていないんですが、昨日長崎がシーズンインしたんですよね、はい、そうですね、そんな九州を拡大していきますと黄色になっています。これ下に判例がありますね。はい、まだ、はい、広範囲での、やや多いという感じではなくて、本当に局地的な予想にはなっているんですけれども、はい、今日も気温上がっておりますし、晴れているところもあると思うので、ちょっと、飛ぶ予想になっているところがありますね。はい、今後ですね、シーズンインした長崎だけではなく広い範囲で花粉レーダーにも今後の予想などが反映されるようになってきます。アプリから見られますので、レーダータブの花粉モードもぜひご活用ください。ここまでアプリを使ってご紹介していきました。あっという間に55分ということで、ここまで草田さんと一緒に解説をしていきました。今後注意して過ごしていただきたいですね、はい、そうですね、私も気をつけたいと思います、はい、では草田さんありがとうございました。ありがとうございました。ここまで花粉特集お送りしていきました。昨日は長崎でシーズンインしたばかりです。今後気温が上がりますと、連休明けにはさらに広い範囲で花粉のシーズンに入ることも考えられます。ウェザーニュースのアプリ花粉チャンネルなども参考にしながらしっかり対策していきましょう。ここまでウェザーニュースライブコーヒータイムお送りいたしました。そうか、このまま番組も終わりなんですね。約3時間ありがとうございました。では皆さん、この後も良い午後をお過ごしください。